はい、こんにちは。今日は千葉大学の2021年の問題です。問題はこちらです。 M を正の整数とすると、で座標平面上の点 XY で XN3 乗プラス YN2 乗 N イコール123点点点が全て整数であるようなものは X 大なりイコール0、 Y 大なりイコール0、 X プラス Y 小なりイコール M の表す領域に何個あるかといった問題ですね。これはこの意味ですよね。この式が全て整数であるようなものっていうのはどういう状況かっていうのをしっかり捉える必要があります。で、N は今正の整数ですから、 XY が整数であればこれらは全部整数になりますよね。全て整数っていうことなので、全て整数になる状況 XY っていうのが整数になるもの以外にどういうものがあるかっていうのを考える必要があります。ということで、じゃあここの部分を、じゃあ例えば FN と置きましょう。 FN イコール XN3 乗足す YN2 乗、N は1の時でも2の時でも3の時でも、すべて整数になるわけですね、これが。というような状況を考えていきましょうと。じゃあ、例えば N に1を代入すると、X 足す Y ですよね。これも整数にならなきゃいけないわけですね。それから F2、これも整数になるよと。F3、これは 27X プラス 9Y ですね。というように、これらはすべて整数にならなきゃいけないよと。ですので、X プラス Y、少なくともこれは整数である必要がありますよね。で、F2、これも整数ですから、じゃあこれを使って変形しましょう。つまり、4括弧 X 足す Y と。これは整数ですよね。ここ整数ですから。と、残りは 4X ですよと。ということで、これが整数であるためには、ここ今整数ですから、4X が整数でないといけないな。ということで、F1、F2 が整数であるという条件から、これとこれが整数だという必要があるなと。で、次 F3、これも整数であるという条件から、これ9でくくると、9括弧 X 足す Y 足す 18X ですね。で、ここは今 X 足す Y 整数ですから整数。で、18X は 4X が整数ということが分かっているので、ここの部分は 4×4X 足す 2X。こういうふうに分けると、これ 16X で、ここ整数ですね。今 4X 整数ですから。ということで、これ 2X が整数である必要が出てくるなと。ということで、2x が整数であれば 4x も整数ですから、じゃあ、これら3つが整数であるということから、これとこれが整数であれば OK だなと。じゃあ次 F4 を見てみましょう。F4 は4を代入すると 64x プラス 16y。これもまた16でくくると x 足す y になって、ここは今整数ですよね。で、残りは16引くと 48x。で、今 2x も整数だってことが分かっているので、ここをまとめると 24×2x。で、2x 整数であればこれも整数ですよね。ということで整数整数足しているので、これは整数だと言えますよと。で、この2つの条件があれば OK だなと。じゃあ F5 はどうかっていうと、125x 足す 25y。これは25でくくって x 足す y。これは整数ですよね。で、それから残りは 100x。これも 2x が整数であれば、ここは 2×50。2x が整数であればこれ整数になりますよね。ということで、整数足す整数で整数になる。じゃあ、これとこれが整数であれば、ここまで全部整数だと。で、他も全部整数になりそうだなという予想がつきますよね。ということで、じゃあこれが、2つが整数であるという条件で、これが整数になることを示しましょう。で、つまり、x 足す y がある整数、まあなんか k と置きましょう。で、2x がある整数 l。まあ、kl を整数としてこんな風に表せますよと。つまり、x イコール2分の l。y イコール k-x なんですが、2分の l ですね。こうなっているよと。kl を整数として、kl 整数として、こんな風に表せますよと。こう置いたときに、これらが全て整数であれば OK だなと。じゃあこれを代入してみましょう。そうすると、x が今これですから、2分の l×n の3乗足す、y は今これですから、k-2 分の l×n の2乗ですね。この部分。で、これをまとめましょう。n2 乗、2分の l がここにもあるので、2分の ln2 乗でくくると、n が1個ここ残って、ここはマイナス1。で、残りは kn2 乗ですね。こうなるよと。で、こっちは k が整数で、n も整数ですから、整数。で、残りこっちなんですが、2分のがあるので、2分のが消えれば OK だなと。で、ここ n×n-1 で、ここの部分っていうのは続いた整数ですよね。まあ、n が2個ありますけど、n1 個バラすと n×n-1。この部分っていうのは2で割り切れる。偶数ですので2で割り切れて、ここは整数になるよと。ということで、整数足す整数で、
ここは整数だなということで、xy をこれこういうふうに置いたときに確かに整数になるので、これらはすべて整数であるということが言えて、この条件というのは x がこれの時、y がこれの時だということがわかります。じゃああとはこの条件のもと、この範囲にこの領域に何個あるかっていうのを調べていくという問題であります。で、今 xy を l と k を使った式で表せているので、これをここに代入して求めていきましょう。まずは x が0以上ですから、2分の l が0以上ですねと。それから y も0以上ですから、k マイナス2分の l、これが0以上ですよと。あとは x プラス y が m 以下、これは k が m 以下ですよと。で、これを解いていくと、l が0以上。で、これとこれから k っていうのが、2分の l 以上 m 以下と。これが出てきますよね。ということで、これを満たすような kl 整数ですね。は何個あるかということになります。ということで、これを図を書いていくと、kl 平面上で考えると、l っていうのが今0以上ですから、こっち側の範囲。で、k が2分の l 以上 m 以下。2分の l 以上ですから、直線ですね。こういう直線。k イコール2分の l っていう直線があって、で、k は m 以下ですよと。m は正の整数ですから、どっかこの辺に m っていうのがあって、こうなってますよと。つまり、この領域ということになりますよと。この領域で k と l が両方整数になる点の数は何個ありますかということを聞いてるわけですね。ということで、じゃあどっか k イコール t っていうところで切りましょう。まあ、t を整数として、整数の点で取ると、t の時のこの、ここの点っていくつになるかっていうと、k に t を代入すると、l は 2t ですね。ここが 2t。ということで、ここに 2t 個、k と l が整数になる点が並んでいるよということですね。1,2,3 とこういって、ここまでが 2t 個ありますよと。こっからここまでが 2t 個。で、この t を0から m までシグマして、この全部のこの x、k と l が整数になる点を求めていきましょう。で、そうすると、シグマの t が0から m までの、2t ですね。これをずっと足していくよと。で、気をつけなきゃいけないのは、あと、これ全部、境界含むので、イコールが入っているので、境界含むので、ここも含むわけですね。ここに並んでる、この、整数なる点の個数を求めたいよと。そうすると、0から始まって、0、1、2、3、4、5、m まであるので、m プラス1個ですね。整数の点があるよということで、これで全部になりますよと。じゃあ、これ計算しましょう。t が0の時は0ですから、t が1からスタートで OK と。で、t が1から m までの 2t。これは2分の 2m、括弧 m プラス1ですね。で、2が消えて、こうなるよと。これと m たす1を足すので、結局これは m たす1の2乗ですね、と。これが、この k と l の整数になる個数だと。で、k と l が整数になれば、その値を取れば x と y が1個ずつ決まるので、この k と l の個数が、この xy の個数になりますよということで、これが答えですねということであります。今回は以上になります。ありがとうございました。